ものを作っただけじゃなくてね、生産者としての大具取れれば喜びはあるけど、ただ、まあ、杉下さんはそういった分で有機やってたから、自分らで販路拡大とかね、販路を見つけたりとかって、やっぱそれがあの消費者に喜ばれるから本気になってやるわけですよ。そこの部分をうまくあの若い世代にあの作れれば、間違いなくあの次につながっていくなっていう感じはするんですね。だから、まあ、ゆなちゃんといういい媒体はその一つの大きなきっかけですよね。